どうもです。2020年2月22日、山内ふたです。2020年2月22日におー、なんか今日ちょっと顔明るい、なんか照明変化、なんか変な感じの照明になってたらすいません。はい、今日はですね、まあ日中はそんなに大してこれといった活動はしてないんですけど、あの夕方からですね、僕の今の4年生、もう卒業しちゃう4年生の、有志の展示の搬入の手伝いをやってきました。はい、俺最初搬出だと思ってたんだけど、なんか搬入だった。搬入っていうか展示の準備って言ったらいいのかな。あんまりやったことないんだけど、なんか大丈夫かなと思って。でも結構最初はね、なんかあたふたしてたけど、まあ、やってみたらまあ一応できたのかな。まあ、先輩が詳しかったから、まあ、身振り手振り教えてもらって一応できましたけど、なんか時給そんなもらっていいのみたい なんか手渡しでお給料もらった、その先輩の手伝いしただけなのにありがたい話ですよ。そんなんで俺自身が展示まだやったことないから、なんかこういう感じなんだなと思って、銀座のねセーラっていうとこかな、ギャラリーで展示してるみたいなんで、まあ、ここで俺が宣伝していいのか分かんないですけど、銀座のギャラリーセーラっていうとこで展示するみたいですよ。気になる方はぜひ。展示終わった後に、その一緒に展示手伝ってた俺の年は1個上だけど、大はその卒業した4年生だから3つ上かなの大の先輩と、その帰りにあのご飯食べようかってなってご飯食べてきたんですよ。なんかこうイタリアン料理かな、でまあ大体こんな感じですね。まあ多分写真がおそらく出てると思いますけど、非常に美味しかったです。まあ、チーズだったりパンだったりお肉だったりとか食べてきたんですけど、なんかその子の一緒にいた先輩がなんかこういい感じの、もしかしたらこれ動画見てるかもしれないけど、こうなんかいい感じの空気感でね、なんかすごいゆるっとした感じのご飯で非常に楽しかったんですけど、あのこうすごい面白かったのが、まあ、生ハムの盛り合わせと、まあ、チーズの盛り合わせって、まあ他にもいろいろ頼んだんですけど、その盛り合わせでなんかちょっとその、まあ、俺ら2人ともあんまりその銀座のねおしゃれなお店、まあ、それなりにちゃんとおしゃれなお店だったから、でご飯食べることなんかめってないし、それいまいちその慣れてなくて、盛り合わせとか頼むとさ、なんかどんどん付き合わせでこうちょっとしたよくわかんないもんがついてくるわけよ。それが何なのかよくわかってないわけで、まずその生ハムの盛り合わせで、まあこんなんなんですけど、これね見ると分かる通り、その付け合わせでこのね身がねついてるわけですよ。で、まあ、俺は別にイタリアンそんな好きな特別好きなわけじゃないけど、まあ、これオリーブだろうと、オリーブの身のやつね、オイルじゃなくて身のやつじゃんと思って、でこれ絶対生ハムに巻いて食ったら絶対うまいわと思って、その先輩にこれ美味しい、絶対美味しいですよ、ちょっと食べますね、パーツ食べて巻いて食べて、そしたらね冷たくてなんかピンキに冷えてる、その身が何これと思って、その先輩も食べてうんみたいな、でメニュー見たらそのブドウだったって、お口直しのブドウでした。お口直しのブドウを生ハムと一緒に食べてました、ね、でなんかその後にチーズのご種盛りみたいなやつが来て、それ食べてたんだけど、その付き合わせでドライフルーツがなんかこう散らばってるわけで、その中に1個なんかマカデミアナッツをなんか輪切りにしたやつみたいなのがあって、先輩が先に食べて、あこれなんか美味しそうだなってパーツ食べたら、なんだなんだこれ、でも明らかにそのナッツの感じのカリカリしてそうなの、でこれカリカリしてると思ったらなんかぐちぐちぐちってあったって言ってて、食べたら本当にぐちぐちぐちってなってて、結局それ何か分かんなかった、何か分かんない変なものをナッツだと思って食べて、もう口の中でぐちぐち、2人ともね田舎っぺだからさ、もうおしゃれなものの食べ方なんてものは分からないんですね。あれは一体何だったんだろうな。ブドウを生ハムで巻いて食ったのはちょっと恥ずかしかったね。でその後そのブドウ単品で食ったらすげえうまかった。さすがにねその合わせ、生ハムメロンとか言うけど生ハムブドウはちょっと生組み合わせとして良くないですね。はい、そんな感じで、あの、まあ、これといった話は特にないですけど、搬入の手伝いをし、帰りにご飯で、もうその日今日搬入の手伝いでもらったお給料を、まあ、ほとんどそのご飯に費やしたと、ね、まあいいじゃないですか、特に罪悪感もなくご飯食べれたんでね、良かったです、美味しかったんで、先輩ありがとうございました。まあそんなこんなで書きますか。このなんかさ、突然現れたクソでかいステッチブックさ、もうほとんどページ残ってなくてさ、もう多分今日で終わるわこれ。もったいね、こんなんで使っちゃって、もっとこれそんな悪いやつじゃないぞ。まあ動画で使うのが一番有意でしょ。それでさ、その YouTube やってますって話をしたんです、その先輩にも。リリリリリリリしてさ、でまだまだ全然伸びてないんですよねとか言って、その場でこういろいろ YouTube の動画とか調べてたんだけど、
やっぱ俺みたいにさ、美大生でなんかこういうの投稿してる人いるんだね。びっくりした。あ、俺まだいる、俺以外にもと思って。しかもその人なんか登録して900人ぐらいいて、ざけんなよと思って。悔しいわ。なんかでバズんねえかな、なんかって話もね、それもしてたんでね。ジャスティン・ビーバーがリツイートしてくんないかなみたいな。I like this とか言って。それやってくれたら最高なんだけどなって話もしててさ、楽しかった。難しいんだよな搬入って。あれもなんかただ絵並べりゃいいってもんじゃないからさ、こうちゃんとね、なんつったらいいんだろうな、まあ別にそれが正解ではないんだけどさ、まあ俺のね持論としてね、やっぱさ、絵ってこうそんなに全部が見えてこない方がいいと思うわけですよ、僕としては。書いててね、なんか見えてきてほしい部分、ポイントがバーって見えてきて、でも他はちゃんと脇役としてこう画面内で、まあ、正しいその役割を持ってさえいれば、まあ、それでいいと思うわけですよ。だけどさ、その展示会場でいろんな作品を展示するってなった時に、その1枚だけ見えてきちゃダメなわけじゃん。で特にさ、そのグループ展でいろんな人に飾ってる以上はさ、みんなの絵がちょうどよく平等に見えてこないといけないわけじゃん。そのためにこういろいろ場所とかさ、照明とかいろいろ組み立てるわけで、それってその要は俺が普段絵描くときに意識してることとさ真逆なわけよ。だなんかねやっぱね難しい、その感覚なかなかつかめなくて、ちょっと、ね、得意じゃないんだよね。あの学年のそのそれこそ文化祭とかで絵の展示してクラスの子たちとさ、あのどんな絵をどういうふうに展示するかとかって話するときもさ、俺苦手なんだよね。昨日の動画で扱いました和田くんが喜んでました、ね、やったぜみたいな。あいつのために1日分の動画使ってしまったみたいな。でもなんか伝わったでしょ、和田の魅力が。そう、魅力的な男なんですよ。魅力的な男なんだけど、いまいちね、そのね、世の女の子はね、あいつの魅力にね気づかないんだよな。 そこがね、あいつのかわいそうなところなんだよな。いいやつなのに女の子は浮きあんましないでな、あんな背も高くてさ男らしいのにあんまモテないっていうね。そこがでもいいんだよね、そこがあいつのいいところ。まあいいや、こんなもんで、あんまりね、たんたたんた誰しのまかのじょまかんだけど、こちらちょっとなんか塩顔みたいになっちゃった。動画の落としどころがわかんねえな今日。早く春になんねえかな。じゃあねー。